この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。てなわけでね、今回もアリサのショットを撮っていきたいと思います。まあ今回はね、前回ストーリーやったということで、今回はプレイヤーと2人で撮影やってみたいと思います。まあちゃんとね、キャラクターインポートしました。で、キャラクターインポートしてね、試したんですけれども、ですね、ちょっと僕の髪型がね、反映されないということで、ちょっと初期のロングの髪型に戻しました。それではご覧ください。いきまーす、どうぞ。おー、そっか、ここがあんのか。じゃあ最初はこれかな。何これ、プレイヤーの装備。今後そういうのできるの。BGM、 あ、じゃあ俺っぽくこれだな。はい、いきます、ポチ。おー、楽しいですねいや、コータとね、あとソーマとね、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか逆光じゃないこれ、なんか俺の肌黒く見えるけど、気のせいね。まあ元から黒いんだけどさ、でもなんか影になってない。ほら、後ろからの方がなんか光当たってるけどね、逆光だよこれ。カメラマンにとっては結構酷なことだよこれ。まあ仕方がない、撮りましょうか。まあ前回ね、変な感じで撮っちゃったので、今回ちょっと真面目にいい感じに撮ります。じゃあまずかっこよく。わかりました。こうですか。あれかな、これやっていくうちにどんどんポージング増えていくって感じなのかな。やってみますね。どんどんかっこよくやっていきたいと思います。かっこよくって指示出すと勝手にやるんですね。ほう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 、これでどうでしょう。これ野球でもしてんのかなこれ、ね、野球でのかな、ね、かっこいいとはちょっと思えないかなこれ。もう一回いきます。任せてください。はい、任せました。元に戻ってからの、はい、ポージング。うん、おー、どうかな、仲が悪くなった2人みたいになってるよ。なんか いざこざあったのかな。ね、回復薬ね、回復バレて打とうとしたら実弾打っちゃってごめんねみたいな感じなんだろうね。からね、うん、わかりますよ、ありますよね。うん、実弾打ったら目の前にいて人がビックンってなった時ありますよね。多分それでギクシャクしちゃったんでしょうね。わかりますよ、その、うん、任せてください。はい、任せます。おーっと、今度はなんか俺がにらみつけられてる感じね。うん、パーティーのリーダーがね、ポコポコ死んで、なんかね、金は奪うわ、木奪うわという方でね、まあ、ギクシャクしたんでしょうね。で、なんか、うん、そういう感じ、わかるよ。一人だけなんかやたら死んでるやついるよね。ああ、なるほど。次は？お、なになに、おーっと、ぐれたね。こうですか。次はぐれましたね。まあとうとうね、まあ先ほどギクシャクして仲直りして、なんか二人のなんか絆が深まり、なんか強さがね輝いたんでしょうね。それから何、パーティーリーダーの一人がね、がっつり死んでしまって、でこいつらどうしようかって、うん、ぐれましたね。はい、こいつらぐれましたね。ちょっとこれちょっといい感じなんでしょう。写真撮りましょうか。どこら辺から撮ろうかな。斜めの方がなんかかっこつくよね。で、じゃあちょっと、他の試しましょう。楽しく、リラックスとかありますから、お任せ、基本ポーズに戻せ、目線こっちに。おうほ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 う。こっち向いて。なるほどね。なるほどね。これだとちょっとなんか、ね、自然っぽくはないので、目だけこっちにしましょうかね。あ、じゃあちょっと笑ってください。あー、いいね、いいね。じゃあ、悲しげに。あらあら、すごい冷たい目でこちらを見ていますね。確実にグレてますねこれね。はい、反抗期の目です。はい、皆さんこの目を見たらちゃんと癒してあげてください。はい通常に戻しましたと。まあそんな感じですね。じゃあちょっとこっちに目線をくださいと。でパシャッと。はい、ありがとうございます。それではもう一回かっこよくいきますよ。おー、行ってください。やってください。おっとっと、ん？あ、なんか戻ってきた感じ。どうですか？なんかぐるっと一周しましたね。ではちょっと次、リラックス。はい、わかりました。
リラックスだね。どうです？まあそうだね。なんか俺の体勢それ維持したら多分絶対腕つるくらい疲れてくると思うんだけどね。まあそこは放っておきましょう。ちょっともう一回リラックスポチッと。準備はいいですか？いや、こちらのセリフですよ。はい、どうぞ。おっと、悩んじゃったね。悩んじゃった。ポージングに、ああ。自然な感じですね。いや、自然でその形はならないんじゃないかな。まあ。まあ、100歩譲って俺の形はまあたまになるんじゃないかな。では次いきます。ポチッとやってみましょう。リラックス。さあどうなるか。はい、腕組み始めた。あー、これ自然なポーズって難しいですね。そうですね。まあもうちょっと背中くっつけてほしいかな。そしたら絵になるかな。ちょっと離れてるね。この距離感は友達関係ってことだね。よくわかりました。なるほどね。うん、眼中にないと。わかりました。 お願いします。さあ次はどんなリラックスポーズをするんでしょうか。おー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 、リラックスしたなおいリラックスしたなおい。出ていますか？うん、リラックスだよ。それこそリラックスだよ。うん、リラックスじゃなくてリラックスだよ。おー、これなんかいい感じじゃん。よし、じゃあここら辺撮ろうか。これ真正面から撮った方がいいかな。おー、いいね、いいね、いいね。ここら辺がいいね。じゃあ目線こっちで。あ、今目つぶっちゃったかな。あ、目ちょっと半目だね。ごめんね。ごめんね。もう一回撮るね。もう一回撮るね。こっち向いては。あ、これいいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。いい、いい、いいよ。いいよ。うん。じゃあ次、楽しく、楽しくってどんなものなんだろうね。まあ多分立つでしょうね。はい。さあ、どうなるか。拍手、拍手。はい、ありがとうございます。こんなのとか楽しくは拍手。まあ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 、そうだね。まあそうだね。なんかもうちょいなんかやったーみたいな、そんな感じのあるじゃん。アクションでもあるじゃん。もともとゴッドイーターのシステムでさ、アクションやったーみたいな、めっちゃ飛び跳ねてるシーンあるじゃん。あれないの？仕方ないですね。うん、やってくれるあれ。うん、もう一回ね、あのやったーってやつやってくれたら嬉しいな。同じだ。え、それなんだかんだ、ね、かっこいいポーズなんじゃねっていう。楽しいではないよね。なんか俺かかってこういう的な、なんか挑発されてる気がするんだけど、これ気のせいかな。気のせいかな。面白いですね。もう一度やってみましょう。お願いします。下から行くか、ちょっとね。ここら辺かな。もうちょいか。ここら辺か。次は。お、それですよ、それ。じゃあこんな感じで。いや、俺何してんねん、俺何してんねん、おい、俺何してんねん、俺何。あ、筋肉ありますよって。お前そこへこんでんじゃん。力こぶねえじゃん、お前。むしろへこんじゃってるそこね。え、何そのとぼけた目でこっち見てんだよ。お前何こっち見てんの。もうちゃんと見ろ、俺。おい、あ、何その見下す目は。何だその汚いやつ目を見る目は。やめてくれ。うん、なんだ。あ、でもまあ、なんかこれアリサのこのね立ち姿結構辛そうよ。ほらちょっとプルプルしてる。ほらちょっとプルプルしちゃってるから。うん、頑張ってるよこの子。この子頑張ってるよ。じゃあもう一回、楽しくやってみましょうか。では楽しく お願いします。さあ次はどうなる。こんな感じでしょうか。それ楽しいの？それ楽しいポーズな。俺はなんとなくわかるよ。これまあなんか楽しんでる、イエーイみたいな、はいどうぞみたいな、ババーン、ジャジャーンみたいな感じになってるけど、こっち何、うわって驚いてる感じじゃん。なもう何だったらは、うん、驚いてるじゃん。これ楽しんでないじゃん。なんだったら顔普通じゃん。まあここで顔を笑ってにしましょう。ああ、まあまあこれだったら笑ってる感じにはなるかな。でもこの手ちょっと無駄かな。うん、もう俺いいじゃん、俺いいじゃん、この俺のキャラいいじゃん。ジャジャーンじゃんこれ。これ、ジャジャーンってやつじゃん。ジャジャーンだよ。これ、ジャジャーン。はい、これが皆さん、あの、ジャジャーンの見本だから、ジャジャーンだから。はい。で、ちょっともう一回ね、試してみましょう。これ、3パターンしかないのか。俺、もう何パターンみたいな。楽しい。ちゃんと撮ってくださいね。もちろん。あ、君たち笑ったままだけど、あの、顔崩すモーションをやるね。あー、戻ってきました。一周ですね。あ、これは楽しそうだね。これは楽しそうだ。じゃあこんな感じで。はいはいはい、いいですね。で、ちょっと思ったんですけど、三角ボタンを押すと、二人に、から、
アリサのみ、そしてプレイヤーのみ。まあ、こうやってね、俺のみ、アリサのみの、指示が出せると。じゃあちょっと俺、やりたいなと思ったのがあったので、楽しく、アリサ。やってみましょう。アリサちゃん、あれやって、あれやって、それじゃないな。じゃあ、こんな感じで。それじゃない。こうかな。もう一回もう一回。でもアリサと俺のキャラをこんなまじまじと見ることまずないからね。それっす。それです。難しい。でそのパンチした瞬間収めたいんだよね。で俺もなんかカッコつけておかないとダメだから、じゃあカッコよくでヤンキー座りしてもらおうか。お、なんだなんだ、おー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 、なんか面白いっすね。お互い違うアクションができるって面白いっすね。これ今後増えてくるのかな。まあ楽しみは取っておきたいので調べてはね。いやー、またグレたぞこいつ。まあ、あのあれですね、アクションはランダムなんだね。ってことは俺まだ見てないな。お前どこまで首曲がんねん。お前すごい角度から俺のこと見たい今。おーっと、グレ始めたぞ。グレ始めたぞ。お前どこまで首曲がるか、ちょっとこっちまで見てみようか。もう一回。おお、曲がるなお前。お前死んでんじゃねえか。お前首取れんじゃねえか、そのうち。お前まさか次も同じポーズとかしないよな。大丈夫だよな。振りじゃねえぞ。よし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 、いいぞ。よーし、おう。うん、じゃあここら辺から呼ぶと、こっち向くのか。おうおう、ここはチャンスになってんだね。うん。さすがに今の状況でこっち向きに顔向けてきたらもう人間じゃねえからな。はい、また同じポーズありがとうございます。2連続ですね。はい、格変ですかね、これはね。はい。あれ、かっこよくだったよね。なんかヤンキー座りし始めたやつ。なんかグレー始めたの？リラックスだっけ？リラックスは普通に座るだったと思うんだよね。それです！ありがとうございます！そう。で、瞬間的だよな。まあやってみよっか。で次アリサで楽しくだったかな。息を合わせていきましょう、はい、息合わせたらいいな。パンチ違うな、それじゃない。可愛いけどそれじゃない。こんなのとかありっちゃあれだけどね。こうしようか。ああなるほど、イエス。さあもう一回あのパンチを見せてくれ。来たこれでどうでしょう。なんかヤンキーっぽくねこれ。そう、これ撮りたかった。うん、いやありがとうございます。いいショット撮れたんじゃないね、瞬間的な感じで。いやいいっすね。まあじゃあまあここら辺で今回は終わりにしておきましょうか。はい、というわけでね、じゃあ戻ってください。戻ってください。はけてってなんだ、はけて。はい、おっと消えた。なるほどね、バルスね。なるほど。んじゃあ、うん、じゃあ、うん、俺が、あ、戻ってもできんのね。ほう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 。お、グレてんなー。グレてるねー。いや、俺のキャラも捨てがたいからね。すごくかっこいいでしょ？ね。これでいっか。ほら、なんか助けてくれますよみたいな、なんか今からなんかリジョインとかなんかね、助けてくれてますよみたいな感じ。うん、はい。じゃあ今回はねここら辺で終わりにしましょう。多分ね、あのストーリーやっていくうちに、うん、アクションとかなんか服装も多分変えられるってなってたんで、もう今後増えていくのかなって思います。まあちょっとね、今後も、撮っていきましょう。皆さんで上から下までニヤニヤしながら、いやらしいアングルで今後も撮っておきましょう。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。